今年1月コスタフィレンテでブラジル発着8日間クルーズに乗船してきました。コスタクルーズはイタリアに本社を置くクルーズ会社で、基本的にヨーロッパを中心に運航しているため、船内で使われる言語は英語はもちろんのこと、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語など多言語です。船内アナウンスやショーの前のクルーズディレクターのスピーチは最低5カ国使われるので、アナウンスがまだ流れているなどと思う時もありますが、これもコスタならでは。そして何より使われる言語はイタリア語。コスタクルーズで働く友人のカメラマンは、コスタクルーズではイタリア語が使えないともう仕事にならないということで、自然にイタリア語を覚えると言っていました。ちなみに日本にも3年ぶりにコスタセレーナが戻ってきます。コスタはショートクルーズも多く、価格も安価なので、クルーズデビューにはとてもおすすめの船ですよ。というわけで今回はコスタフィレンツェの正直レビューでございます。前回バルセロナで乗船したコスタスメラルダと結構違うところもありましたので、そういうところも、含めてご紹介していきたいと思います。普段はイタリア語が主流のコスタクルーズでも、ブラジルクルーズとなれば話は違います。ポルトガル語を話すクルーを多く採用し、乗客の 99% はブラジル人。そのおかげで私は船長と会うことになるのですが、その話はまた後ほど。船内で英語が使われることはほとんど稀で、船内アクティビティなどほぼポルトガル語でした。乗船はブラジルのサントスというサンパウロから車で1時間ほどの港町です。このクルーズでは私のブラジル人の婚約者と彼のお母さんと妹と4人で乗船しました。お母さんは足が悪く、自力で歩けるのは数十歩ほど。乗船日は港で働く人が車椅子を持ってきてくれ、非常に助かりましたし、船上でも車椅子を借りれたのがありがたかったです。詳しくは乗船日の動画にまとめてありますので、ぜひこちらをご覧ください。前回バルセロナ発着でコスタクルーズに乗船した際の避難訓練は、アプリで安全時のビデオを見て、で決められた時間内に集合場所に行き、カードをスキャンして、それで終了だったんですね。なのでとてもスムーズだったんですが、今回は早く来ればそれもできたそうなんですけれども、乗船時間、ギリギリだったのでそれができず、テレビで安全のビデオを確認して、さらにアナウンスメントに従って緊急時の避難場所に行き、そこでもちょっと説明を聞いて、やっとこう終了っていう形だったので、ほとんどコロナ前の避難訓練と同じぐらい時間がかかりましたし、前回と同じだと思ってたので少し混乱しました。また多くのクルーズ船ではライフジャケットは持っていかなくていいんですけれども、コスタクルーズでは持ってきてくださいとありますので、それが少し面倒でしたね。このクルーズでは2人1部屋利用した時の最大乗客人数が4200名なんですけれども、このクルーズでは4300名乗船しておりました。コロナで大変な思いをしたクルーズも、海外では完全に復活したんだと思えば嬉しいことのように思いましたが、コロナ禍の静かなクルーズが若干恋しくなる瞬間がこの後たくさん訪れます。このクルーズはサルバドール、イリウス、リオデジャネイロのブラジルの寄港地3つを訪れ、航海日は3日間ありました。自分の国だからか、寄港日でも下船する人が少なく、プールは航海日かと錯覚するほど混んでいました。もともとアジア市場に作られた船だったため、プールが小さく数も少なかったのが、プールが混雑していた理由のうちの一つだと思います。ちなみにお部屋は私たちがインサイド、彼のお母さんと妹は窓付きキャビンにしました。私たちはできるだけ多くのクルーズ船に乗船したいので、インサイドキャビンを選ぶことがほとんどですが、この時ばかりは窓付きキャビンにすればよかったかなと少し後悔したんですよ。その理由はこの後にもご紹介しますが、この動画を見ればなぜ私が窓付きにすればよかったかって思うのがわかると思います。ダイニングルームのお食事は非常に美味しく、サービスも早く、食事が全然来ないといったことは1回あったかなかったかなぐらいでした。メインダイニングルームは2つあり、どちらもメニューは一緒。時間が細かく分かれており、一番早くて6時、一番遅くてなんと10時15分。10時15分ですよ皆さん。しかも私たちはその時間にアサインされていたので、乗船日にメイトル D に確認して時間を変更してもらい、さらにお母さんたちとも同じテーブルにしてもらうことができました。コスタクルーズお食事は美味しいんですけれども、残念なことがただ一つ、これがダイニングルームのお水が無料でないというところでございます。
まあ、ダイニングルームでも朝食はドリップコーヒー、ジュース、お水、お茶などは無料なんですけれども、ランチとディナーは有料。なのでコスタクルーズではドリンクパッケージの購入をおすすめしますが、私のようにソーダ類やジュースはほとんど飲まないという方は、まあ、その都度別途購入されるか、ウォーターパッケージですね、それを購入されることをおすすめします。あとはお水がいつでも飲めるようにマイボトルを持参することもおすすめしますが、その際はビュッフェにあるコップを使ってお水を注ぐようにしましょう。この後もご紹介しますが、コスタはね、こういったちょっとした有料のオプションが多いんですけれども、コスタクルーズ自体他のクルーズラインよりも安めに設定されているので、まあ、それもしょうがないかなといった感じです。このクルーズではスペシャリティレストランを2つ利用しました。ほとんどのスペシャリティレストランは乗船日と乗船日の翌日のこの2日間 20% オフになりますので、ぜひ早めのご利用をおすすめいたします。さらにいろんなスペシャリティレストランに行きたいという方はね、そういったスペシャリティレストランのパッケージもありますので確認してみてください。スペシャリティレストランにクルーズ前半に行くメリットは安くなるだけではありません。私たちは寿司のという寿司レストランに2回前半と後半で行ったんですけれども、後半は待ち時間が非常に長くて、もう寿司が来る前に席を立ってしまうお客様も実はいたぐらいなんです。まあ、毎回混んでるとは限りませんので、こういうこともあるよということをね、まあ、覚えておくといいかなと思いますよ。ちなみにお昼も営業しており、アラカルトメニューもありますが、私たちは食べ放題で21ドルのものを注文しました。そしてもう一つのスペシャリティレストランはステーキレストランでございます。こちらはすべてアラカルトメニューとなっており、焼く前のステーキを、まあ、ステーキによるんですけれども持ってきて見せてくれたり、オープンキッチンになっているので焼いているステーキを見ることができます。お味はさすがスペシャリティレストラン、戦場の有料レストランはサービスも素晴らしいですし、ほっぺたが床に落ちるかと思うくらい美味しかったです。デザートのおすすめはユーズという名前のデザート。実はこのデザートはコスタで非常に人気があり、メインダイニングルームでもクルーズ中に1回だけ出ます。日にちは分かりませんので、皆さん常にダイニングルームのメニューをチェックして見逃さないようにしてください。私たちはコスタスメラルダでもいただいたんですけれども、おかわりをしてしまったほど美味しかったです。コスタには有料レストランとは別に手軽にいただける有料の食べ物もあります。例えばピザやハンバーガーはランチの時間は無料なんですけれども、夜はアップグレードされたものが有料で販売されています。私がいただいたのはうどんでございます。この船にはディムサムのお店があり、メニューはすべて 2.5 ドル、餃子が3つ乗ったプレートや丼メニューがあるんですけれども、ヌードルかライスか、またスープありかなしかなど選ぶことができます。私はライスヌードルを注文したんですが、ライスヌードルが切れてるっていうことで、しょうがないのでうどんにしました。お味は最高に美味しいとまではいかないんですけれども、まあ、まあまあ美味しかったですし、日本食が恋しいなって思ってる方にはちょうどいいんではないかなと思います。ビュッフェも非常に美味しく、メインダイニングルームのメニューにあるものはほとんどビュッフェでもいただけます。ドリンクは朝はドリップコーヒーやジュース、お茶、お水が無料。その他の時間帯もお水は無料でいただけますが、営業時間中のみ。他のクルーズラインのように24時間いつでも飲めるわけではないので要注意です。興味深かったのはヨーロッパクルーズとブラジルクルーズでビュッフェの営業時間が違ったことです。ヨーロッパクルーズは営業時間が短くて非常に大変だったんですけれども、ブラジルはその逆で、なんと夜食でフルーツも出てきました。ブラジルはフルーツが豊富ですし、航海するエリアによって柔軟に対応しているのは好感が持てます。日本クルーズがどうなるのか気になるところですね。ちなみにアフタヌーンティーもあり、港によっても違うんですけれども、だいたい午後の4時半から5時半頃なんですね。でも5時半に食べると、食事の時間が早い人大変なので、これもね、まあ、ブラジルならではというか、食事を遅くとる文化に合わせてなのかなと思います。でビュッフェはね、お味美味しいって申し上げたんですけれども、一つだけ問題があり、それが長蛇の列です。理由はコスタのデザインにあります。これはショーラウンジでも少し問題があるなと感じたので、この後ショーラウンジについては触れていきますが、まあ、ビュッフェに関してはビュッフェのお食事の区分けがしっかり細かくされてないというところが原因かと思いました。例えば他のクルーズ客船では、例えばここはサラダのエリア、
パン、デザートで、ホットちょっとあったかい食べ物があるエリア、チーズなどのアイテムって区分けがしっかりされているので、クルーがこう装うタイプで、まあ、ゲストが並ばなければいけないタイプのビュッフェでも混雑することが少ないんですね。ただビュッフェの場合は、まあ、少し区分けはありますけれども、基本的に一つのビュッフェのラインにバーって並んでるんですよ。でちゃんとね、順番がありますから、あ、これだけ取りたいと思って失礼しますって言って取るわけにもいかないわけで、これだけ取りたいって思っていてもわざわざ列に並ばなければいけないので、長蛇の列になりやすいのかなと思いました。ただね、再三言いますが、お味はすごく美味しかったですし、パスタステーションがあるのもポイントが高かったです。さてコスタのショーですが、これはバラエティに富んでいて、ほぼ毎日同じプロダクションショーのメンバーがショーをしていても全く飽きませんでした。さらにテクノロジーも駆使して、どこの船でも見たことがないようなショーがあったり、アクロバティックなショーも含まれており、見応えがあります。というわけでショーに関しては本当に素晴らしいんですけれども、ここでもデザインに関して難点があります。まあ、コスタスメラルダのショーラウンジも同じような感じだったんですけれども、コスタはあの柱がたくさんあるんですね、ショーラウンジに。で席がそこにあるのにもかかわらず、柱が目の前にあるので、そこがデッドスペースみたいになってしまっています。さらに前の方に座れても段差や傾斜がほとんどないので、前の人が少し大きいサイズの人だとステージの半分以上が前の人の頭で見れないということも頻繁にあります。でこのクルーズ、特に1回目のショーですね、座れない人が続出して、立ち見席の人と、まあ、そのちょっと後ろに座っている席の人で言い合いも起こるほどでした。でそんな大変な思いをしてまでもこのショーを見たいと思えるほど、コスタのショーは素晴らしかったです。まあ、こういう忙しいショーの場合は、コスタの場合、まあ、45分ぐらい前に行かないといい席は取れないですね。まあ、30分ぐらいでギリギリ、あとはバラバラに座るか、まあ、ちょっと悪い席で頑張ってみるか。私は1回座ったんですけれども、もう何も見えなくて席を立って2回目のショーに戻ってくるということもありました。ちなみにコスタクルーズに乗船する際は、ぜひコスタクルーズのロイヤリティプログラムに申し込んでください。こちらは無料でホームページから簡単に申し込むことができます。このプログラムに参加していると、まあ、クルーズによってはクルーズ代金が 20% オフになったり、船内のお土産やアクティビティ、一部レストランなど 20% オフでいただけることもあります。ちなみにそういうのよくわからないっていう方でも、乗船してからでもコスタクラブメンバーのカウンターがありますので、そちらで簡単に申し込むこともできます。ちなみにこのコスタクラブのメンバーだけが参加できるイベントというのもありまして、私はこのイベントでたまたま日本人が一人だったため表彰され、キャプテンと写真を撮ったり、ちょっとしたギフトなどもいただくことができました。詳細は別の動画にまとめております。このイベントではルイージというイタリア人のオペラ歌手の方が何曲か歌を歌ってくださったんですけれども、私の彼のお母さんは痛く感動して、写真をね、一緒に撮ってもらうほど気に入ったようです。コスタのテクノロジー面は非常に優れており、アプリもほとんど不具合が出ず使うことができました。お食事やドリンクのメニューはほぼほぼ QR コード、紙のメニュー言えばもらえますが、基本的には QR コードです。で船内新聞は、まだ紙のタイプでも配っております。さらにこのコスタアプリにはチャット機能がついていて、まあ、インターネットに接続しなくてもそのアプリ内で一緒に旅行している人とメッセージのやり取りができます。さらにちょっと面白いと思ったのは、そこにサインアップした人の名前、まあ、自分で好きなニックネーム入れられるんですけれども、それと一言みたいなのがバーっていうふうに見れるんですね。でそこでは、まあ、明らかにワンナイト、ワンちゃん狙ってるなっていう、ね、メッセージとかもありましたよ。まあ、このメッセージに関してはお互いが承認しないとメッセージ送り合えないので、あの心配はいらないです。ちなみにこのチャット機能は、例えばメッセージを送ったら次の日になぜか送られてくるっていうね、そういう不具合もちょこちょこ出ました。ただこれはコスタクルーズだけではなく、私がつい最近乗船したディズニーウィッシュでも同じような問題がありました。というわけでどこのクルーズラインもテクノロジーかなり進化していますが、まだまだ不具合が見られるのが、まあ、当たり前、まあ、通常なのかなと思います。そして、先ほどね、私がお話しした今回ばかりは窓付きキャビンにすればよかったかなという理由が、公開日が3日あったことです。せめてね、他のクルーズだったら、まあ、公開日3日でも問題なかったかもしれないんですけれども、今回はアクティビティなど
ほぼポルトガル語で、船内も非常に混み合っていて、まあ、静かに海を見ながらのんびりできるっていう空間がなかなか探せなかったんですね。一つだけあったんですけれども、それぐらいでのんびりちょっとできないところがありました。で、彼のお母さんのお部屋は窓付きキャビンで大きなソファーもあって、でそういうところでね、お茶を飲みながら Kindle とか読めたらよかったなってね、まあ、3日間全部はやらないですけれども、1日ぐらいそういう時間があってもよかったなと思ったので、今回はねちょっとね失敗したかなと思いました。皆さんもね、クルーズ客船に乗船する際にお部屋選び悩むと思います。というわけで、やはりクルーズのキャビン選びは非常に重要ということで、どんなクルーズだったらベランダキャビンを選んだ方がいいのか、どんなクルーズだったら選ばなくてもいいのかなどね、皆さんの参考になるようなお部屋決めの動画を出しておりますので、よろしければこの後こちらもぜひチェックしてください。というわけで、今回の動画が少しでも楽しかった、ためになったなと思ったら、いいねやチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。ではまた次回。チャオ。